曲変わりましてクローザーがやらせていただきます。さあ配信台カードはキオスク VS マッシュ。さあ関西からの遠征勢キオスク VS 山口勢ですね。マッシュさん山口 VS 関西。さあカードはシーククラウドですね。ステージは終点。さあこれはクラウド側きついと言われているカードの一つですが、さあ強気にジャンプ上がりから強切りで上がろうとする。そこから暴れの組み上で火力を取っていくマッシュクラウド 49% バサス 49%。 さあパーセントイーブンの展開運び序盤。さあクイの持続強いですね。後ろで出してさあ空上でなんとか上がっていく。弱弱から横強で外に出してこの針を絡めた素子が消費させちゃうんですよね。さあ後ろ投げからは読み合いの上下出していく。下今日は当たらず空上からさあ強い形をした技から繰り出される安定的上下ここで置いて当たれば上下がつながる。当たらなくても反撃を取るのは難しいと非常に優秀な崖上がりの強さく。さあ上抜から弱でターンに捨てターンに捨てさあ手食い能力を出していく。この気を美しく完璧か。さあ滑ってさあこれは最大幅取りたかったがあんまり果たす気はない。さあ回避してしまうと待ってましたと言わんばかりにスクールスマッシュが炸裂していく。なんて強さだ。さあ中国四国地方の意地を見せてくれマッシュクラウド。あそうどうぞ勝つ。さあ2戦目選ばれたステージは戦場。はいはい、マッシュさん山口です。山口ですよ。さあキーコンに4さぎりと書いてますね。オタク。さあこれはかわいい。さあこれは某アニメの某キャラのキーコンを持って対戦しておりますね。さあえそれは誰がやってもとりあえずキモいって倒られるんじゃないかな。それぐらいの覚悟でやってるでしょ。リワ君もやってよ。さあ前投げからおっとうまい。上からクエヌで運んでさあマッシュしっかりした操作精度ですね。さあこのクラウドをあっとこれはもう走ってまだしかしリミットがあるので帰ることはできるんですがリミットを吐かざるを得なかったんでなかなか厳しいですね。さあこれ回避してしまうと怖いですね。逆にジャックは後届かず車前で出されてガチをつかまされる。さあ後ろしっかり的確にいなしながらさあこのクエヌが長い最後まで探偵がたっぷり詰まっている。これは回避してしまうと回避着地なんとか当たらず投げ届かずに怪しい。さあ空上でバーストを少しいく圧倒していく。さあ触ってしまうと1回触るとこの火力で出されて危なーし。ああこれはもうなんとか入ってくる。さあギリちゃんあと弱弱横強空前空前はい、キオスクイズハイプ。2-0でキオスクシークの勝利。